芸人じゃねえし。改めまして、ね、改めまして、これは2枠第2回第2回目に当たるかと思います、うん、何回目 かタイトル募集してまだタイトルも決まってませんからね。なんだっけタイトルって、なんとこの散歩動画の散歩、小散歩とかさ、いろいろあるじゃん。あ、有吉が散歩したりしてる、ぶらり旅みたいなね、うん、おいね。でもね、ブラリー都市増会っていうのは今後やっていこうと思ってて本当に、ね、何そのブラリー都市増会って何をやるの？え、なんか酒を飲みに行くっていう。あ、なるほどね。ブラリして、うん、飲みながら勝手にやってろって話です誰が見て楽しむ。あ、もう熱狂的な都市増ファンがいるわけね。まあそれは確かにいいかもしれない。いや、これから作っていくんだ。ただ飲んでる映像を見て喜ぶ人がいないと、やっぱ ね、それぐらいの人がいないとバンドっていうのは成り立たないかもしれない。これから頑張っていきましょう。頑張っていこうさっきまで公園でツイキャスをやってたんです。巣鴨公園で、巣鴨に来てます今。巣鴨、これから今大塚に向かってますね。あ、巣鴨と大塚はすごい近い距離です。隣町、はい、スカーフとパフノエンドは、まあ、隣町みたいな中ですね、うまい確かに隣町でしょ。でも音楽性は隣町に行った瞬間に変わっちゃうもんね。全然変わる。でも結構同じ人が好きになったよね、うん、同じ人が好きになったような町。そう、いいこと言った俺、うん、いいね。どんな町にもある工事コーナーと一緒ですよそういうことだよね。工事コーナーはいいんじゃんごめん、さない、まあ、僕らもう結構酔っ払ってるのかな。はい、結構飲んでますかね。公園でずっと飲みながらやってた。これからのスケジュールどうしようかなって感じ。まあでもスカーフとはすごい絡んでいくスケジュールを今決まっちゃってるもん、ね、考えておりました。だからぜひお互いの曲を購入して覚えて。あ、そうだね、買ってほしい。ぜひ。というか、まあまず売らないといけないから、作るところから今やっておりますね。今は。スカーフはもう結構できてるんだよね。そうそう、リリースも近く続いてるのかな。レコーディングはまあツイッターとかでレコーディングしてますとか言ってたんで、これスカーフのサンプル聞かせて、まあちょっと聞かせてもらったんですけど、すげえ良かったです。そうですね。井の木園にとりあえず聞かせてみようと思って。まあでも良かったって言われて本当ホッとしましたね。よかった。怖かったもん、どういうミックスになるのかなとか。でももっと良くなってるでしょ。もっと良くなってると思う。はい、すごい、これ割とカメラアングル良くない？いいね、ちゃんとしてるでしょ。俺今すごいあの自然にしてるけど手ガッチッてしてるからね。そうそう、ブレないようにすっげーガチッとしてるから。星澤くんが今 iPhone 自分の手で持ってる。すごい今筋肉使ってるんで。絶対無理そう。俺握力鍛えないと本当にまずいんだよ。本当チョーキングできなくなってきて。え、キックはギターうまいよ。下手くそですよ。いや、うまいよ。キックのギターうまいですから。本当に？ありがとう。何をしてんだよ。いや、でもこの間対バンしたバンドのギターが全員うまくてびっくりした。あ、俺もこの間のギターめっちゃうまいバンド。なんでギターうまい人はこんなにいるの？いいんだろうね。東京だからですね。これの県外の人にも悪いでしょ。まあ、これすごいでしょ。これ機械みたいでしょ。気持ち悪い。北海道っぽい白さが白さか
これね、やっぱカメラってね、ブレちゃまずいんだよ。あ、でも iPhone5 から手ブレ補正ついてますからね。え、こうついてない？ついてないんですよ。でも手ブレ補正がなくても俺手ブレさせないよ。すごくないこれ。指が妖怪人間みたいになってるから。今からこれ渡れんのかな。いや、今まずです。電車が来ますって言ってるけど、遮断機降りてないって怖い状況です。あ、チンチン電車。大きな動きかけやな。あ、これいいね、いいね、いい絵だね。ホープ券、ホープ券。あ、俺ホープ券腹減ったらどうかな。ホープ券好き。これホープ券って、あの野方ホープとは違うの？違う。ホープ券もあるよ、吉祥寺。あるね。安いしね、量が多いの。大盛りできない、普通盛りで多いの。あ、そうなんだ。小盛りはできるの？小盛りできないの。あ、できない。そこなんで聞いたの？いや、なんかそんなね、話の種がないわけ。いや、違う違う違う。あ、釣りそうになってきた。いや、でも正直この街めっちゃちょうどいいね。あ、確かに。人の感じとか栄え方が、大塚ってそのユニコーンが上京してきたのが最初大塚らしいです。うわ、すげえ豆知識。いや、今日見に行くライブの主催者が、うん、ああ、ユニコーン大好きで、はいはいはい、そういうゆかりもあって大塚で。あ、そうなんだ。企画やってるのもあるらしいですよ。僕もユニコーン大好きなんですけど。俺もユニコーン聞いてたよ。世代的にうちらよりちょっと上じゃない？上だね。俺解散してからだもん、知ったの。あ、そうなんだ。俺はこう中学か高校ぐらいの時に、そうだね、友達のお姉ちゃんが好きで聞いてた。音楽を聴き始めたんだよ、高校卒業してからとか。遅くない？そう。それまでやっぱドリカムとか。ドリカムいいじゃん。いや、まあいいんだけど。ドリカムいいよ。今やってる音楽に通じるようなものを聞き出したらやっぱ遅かったよね。俺でもドリカム通っててよかったんじゃない？ドリカムがめっちゃ好きだった。ビーズとか本当にテレビで流れてるような。ビーズか。いくらだみをにハマって、いくらだみをテレビで見て、そこからなんかそのギターロックとか聴くようになって、そこからミッシェルとか聴き出して。ミッシェルとかだよ。ミッシェル、多分ミッシェルも高校ぐらいだよ。高校、高校卒業、高校。いや、高校だと思う。だよね。だって高校でミッシェルの話したもん。バードメンっていう、バードメン、はいはい、ヘイヘイヘイで出た時に、あのバードメンって何がかっこいいんだよみたいなやつと、バードメンめっちゃかっこいいよねっていう、分かれてます。なるほどね。めっちゃかっこいいんです。ミッシェルか。この高校の時だな、ミッシェルは。でもやっぱそういうのにハマって、ほんと CD とかも買えないじゃないですか。買えないなかなか。でもまあ高校の時、俺一番 CD 買ったの高校の時だな。お小遣い、バイトしてたとか。バイトしてた。新聞配達してた。へぇー、鉄王じゃん。手がすげえかゆい。さっきすごい蚊に刺されたんですよ。俺も噛まれた足。俺長袖長ズボンだからね、あんま見えるとこは。あ、これ今8分来てるね、うん、10分ぐらいで収めたいね。そうだね、まあ編集するだろう。編集しない。じゃあするこの辺でお別れしましょう。いや、あと2分あるから。あの、でもいい商店街だね。ここいい商店街だね。大塚にもう来ましたね。巣鴨の後編からやってきましたけど、大塚に移りました。いいです、いい商店街だ。癒されますね。まあ、これから、あ、なおこさん、宮崎さん、あ、そんなに絡みない。あ、終わった後だね。しかもそうだね、申し訳ない。絡みあるよ。あ、そう、一緒に会ったもん。あったし、対バンもしたし、うちのドラムがレコーディングもしたことある。そうだ、今のドラム。そうそうそう、竹内さん。はい、着きました。はい、大塚ディーパー。それでは行ってまいります。じゃあ、
また機会がありましたら。